どうも高井です。 5G 環境は2020年から来るようですが、動画投稿者側と動画視聴者側どちらにもありますか？私は動画投稿を始めて4年目になりますけど、最初の1年目って動画を200本以上までは作れたんですね。その動画も質よりも量を重要視してたから200本以上作れたんですよ。当然最初は下手くそなので、質よりも量をこなさなければうまくならないって思ってたんですよね。実際そうだったし、こういうふうにレンズに目を向けて話すってことがなかなかできなかったし、話もここまで流暢ではなかったでしょう。最近はサムネイルを作り始めていて、1年目の動画を見直してるわけですけど、やっぱ下手だなって思っちゃうわけですね。なので量をこなさなきゃうまくならない。で、量をこなして質よりも量を重要視して、何本再生回数してベストなところいけたのかなっていうと、20分の1ですね。20本作ったら1本くらい当たるくらいかな。それも全作品から言ったら5本程度、5本程度ですよ、たったの5本。それをあなたが見たら、いやしょぼいな、俺ならもっとできるよって思ってんだったら挑戦するべきだろうしね。動画投稿の1年目終了後、2年目終了後、3年目終了後、4年目終了後のこれぐらい超えてたらいいよねっていう、その再生回数は1年目終了時点で125回、2年目終了時点で250回、3年目終了時点で500回以上、4年目終了時点で1000回以上、これぐらい再生されてたら、お、希望あるんじゃないのっていう感じです。さすがに2年目とか3年目は質の方を重要視してたので、ヒット率でいうと12本分の1、動画投稿の頻度も下がって2週間に1本とか1月に1本しかできなかったんですけど、これをいいとするか悪いとするかは、それは私の問題でもあるし、今後作るのであればあなた次第でもある。質よりも量っていう方がヒット率は上がるけど、評価は低くなっちゃうかな。バッドボタンは多かったし、あなた自身が今後 YouTube で勝負するというのであれば、今から準備していけばおそらく2025年ぐらいには間に合って、あなた自身のチャンネル登録者も結構増えてるんでしょう。今勝負するのがベストなんです。あなた自身はこの先 YouTube やる気ありますか？あるのであれば今からですよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。